新興国は国際社会において政治、経済、軍事などの分野において急速な発展を遂げつつある国のこと。新興国の定義は相対的なもので難しい。現在の超大国とされるアメリカ合衆国や経済大国と呼ばれる日本も20世紀の初めは列強に比べて新興国と言えるし古いヨーロッパと呼ばれるフランス、ドイツも新興国だった時期が 歴史上あった。逆に現在、新興国と言われる中国やインドも19世紀には老大国であった。過去には中国とインドで世界の経済総生産の半数以上を占めていた時代もあり、現在の中国、インドの台頭は両国が過去の地位に復帰しつつある過程にある現象とも言える。20世紀後半において新興国といえば、 第二次世界大戦後になって、欧米諸国の植民地支配から独立した、アジア・アフリカの国々を指すことが多かった。つまり、経済的ではなく、政治的、国際法的な意味で信仰の国ということである。その意味をより明確にする意味で、信仰独立国、信仰勢力という言葉も使われることがあった。1980年代ぐらいまでの文献に、 アフリカの新興国と書かれているのはこのような意味である。アジアアフリカ会議や非同盟運動でリーダー格だったインドネシアのスカルノ大統領は欧米諸国が力を持った国際連合から脱退して新興勢力会議を結成し国際オリンピック委員会に対抗して新興国競技大会も開催した。 この意味での新興国は1990年代には主語になった。多くの国が独立して、すでに新興とは言えない程度の年数が経った上、社会主義体制の崩壊で新たに独立国となった、旧ソ連及び旧ユーゴスラビア諸国の独立は、アジア・アフリカの旧植民地の独立とは同一視されなかったからである。中華人民共和国の上海証券取引所。 1978年に始まる改革開放政策の結果、劇的な経済成長を遂げている。2000年代に入ってから、改めて、新興国という言葉が使われることが増えてきた。それは、上記のような従前の意味とは、無関係に、冷戦終結後に急速に経済力をつけてきた、発展途上国を指すことが多い。ありがとうございます。